ときめき恋はスクランブル。俺の名前は大島由紀、高校2年生の陰キャだ。俺のモットーは平凡な毎日、友情、恋愛、青春。そんなもの俺には関係ない。平凡な毎日を繰り返し卒業することが俺の目標だ。修学旅行2日目の今日は魚釣り体験だ。そっちの船は委員長に任せたぞ。じゃあ出発進行だ。そんな俺は現在修学旅行中だが、しかし浮かれることはない。何事もなく無事に帰ることができればそれでいいのだ。自然に囲まれるってやっぱりいいものだな。そんなことをのんびりと考えていたのだが、数十分後事件は起こってしまった。キャー！なんだ？なんと突然船が大きく傾いたのだ。そしてどんどん沈んでいく船になすすべもなく、気がつくと俺たちは砂浜に打ち上げられていた。こんなことってあるのか。いってー、どうなってんだよ。てかどこだよここ。彼の名前は山城、いわゆるクラスの陽キャ軍団のボスで、基本的に俺のことをバカにしている。おそらく無人島ね。無人島？俺たち遭難したってことかよ。ねえ、そうみたいよ。でも焦っても仕方ないわ。まずはみんなが今持っている食材を集めましょう。マジか。てか委員長はなんでそんな冷静なんだよ。彼女はクラスの委員長の木村さんだ。お嬢様タイプの美人で優等生、それにみんなからの信頼も厚い。この人数でこの量か。みんなの間に流れる絶望感、中には泣き出す女の子さえいた。とりあえずこの食料をみんなで分け合うしか。いや待て、違う。え？スクールカースト上位が優先されるべきだ。あ？急に何を。そんなのひどすぎるよ山城くん。だって当然だろ、大島みたいな陰キャはどうせ何もできねえんだから。そんな奴に渡す食料とかもったいねえじゃん。ああ、もちろん木村さんは委員長だし可愛いし最優先だけどね。彼の言っていることはめちゃくちゃだ。しかしスクールカーストで考えると確実に俺が最底辺であることは認めよう。それにたとえ非常事態だとしても俺の最優先事項はその場を平凡に過ごすことだ。分かったよ、俺は別行動する。え？勇敢だな。でも賢明な判断だぜ。ここにいてもお前なんか邪魔なだけだしな。まあせいぜい一人でくたばらないように頑張れよ。ちょっと大島くん、危ないよ。私が説得するからみんなのところに。大丈夫だよ。でも森には獣道があるのは確認したし、魚が集まりそうな場所もある。よくないことだけど使えそうなゴミも漂流してるし、いける。やっと着いたぜ。よし、ちょっとあの陰キャの様子でも見に行くか。どうせ火も起こせないで泣いてんだろ。あいつキャンプファイヤーでもやってんのか。でもどうせたまたまだろ。食料はうちにしかないんだし、みんな戻ろうぜ。木村さん、私ちょっと行ってくる。なんで？こっち食料あるよ。大島くん、何だ、誰って大島くん。そうだけど、それどうしたの。ああ、これたまたま弱ってる個体がいたからいただいたんだ。あとカエルも取れたかな。とりあえず鹿の下処理だけ終わらせるから、まあその辺に座ってくつろいどいてよ。あれ私何しに来たんだっけ。大島くんってサバイバル得意だったの。うん、ああサバイバルっていうか、もともとサバゲーが好きでさ。サバゲー？そう、俺は無類のサバゲーオタク。中学の時にドハマりして以来、休みの日はもっぱらフィールドに出てサバゲー三昧。
何度か許可を得た無人島でサバゲーもやったことがあるのだ。それでいろんなサバイバル術とかもハマっていったって感じかな。木村さん聞いてる？聞いてたよ。メガネは落としちゃったの？いや、火を起こすときに使って壊れてさ。なくても見えるの？森の中なんて暗いのに。まあ、夜はサバゲーで慣れてるし、野生の勘も手に入れたし。野生の勘って手に入るんだ。そろそろ木の枝も追加しとくか。あ、私取ろうか？いや、大丈夫。って、ごめん。いいよ。木村さん。大島くん。今日なんか食べた？え？食べてないでしょ。昼間にも魚釣れたし、二人分くらいはあるから。もう！その後、俺は木村さんとサバイバル料理を楽しんだ。実は、サバイバル番組が大好きという木村さんは、カエルもうまそうに食べていた。俺の方へ来てくれたのも、俺の焚き火が素人技ではないと分かったらしい。しかし、母親以外の女性と食事をするなんて、俺らしくないことだが、これは助け合いだ。やましい気持ちなどない、はず。そうだ。水のろ過をしないと。煮沸だけじゃダメなの？今日見つけた川は、そこまで水質が良くなくて、煮沸だけじゃ不安なんだ。もちろん天然のろ過装置の作り方も分かっている。砂利や木炭などをペットボトルに詰めれば完成だ。でも一番上に綺麗な布が必要なんだけど、まあ明日さが、私の服使う？え？嘘、今のなし。私のも汚いし嫌だよね。いや、そんなことない。木村さん綺麗だよ。ずっと思ってたんだ。すごい綺麗だなって。大島くん。服が。服かーい。まあいいわ。じゃあ、切ってくるから、見ないでよ。一回脱がないと切れないんだから。うん。そうして木村さんは、少し離れて服を切り始めた。今、後ろで木村さんが。ダメだ。振り返るなよ、俺。何か別のことを考えて。もういいよ。どう？夏っぽくていいと思います。でしょ？結構いい感じだよね。おへそが見えそう。そして俺たちは、ろ過をセットし、その日は眠ることに。もちろん、焚き火を囲んでだ。平凡とはかけ離れた時間を過ごした気がするが、とにかく一段落。あとは、安全に朝を待てば。ねえ、もう寝た？いや。そっち、行っていい？いいけど。こんなに近くなくても。お腹が冷えるのよ。落ち着け、俺のモットーを思い出せ。平凡だ、平凡。友情、恋愛、青春なんて、俺には。なんか、こうしてると、恋人みたいね。恋人？木村さん！寝てる。翌朝、俺はほとんど眠れなかったが、無事に綺麗な水を飲むことができ、木村さんは大喜びだった。それからは、二人で漂流した木材を集めて、簡単なテーブルを作り、昼食を取ることに。木村さんのおかげで、無人島の料理とは思えないほど、豪華な昼食を食べることができた。そんな二人の時間を楽しんでいると、遠くの方から山城たちの姿が、当然、俺たちの豪華な食事にみんなが驚いていた。嘘だろ？原住民かよ。すごい！美味しそう！よかったら食べる？いいの？ふん、俺はいらねえ！こうして俺は女子たちと食事をすることになったのだが、待てよ。これは、完全なハーレムじゃないか！大島くんって、あんなにかっこよかったっけ？わかる。超イケメンだよね。木村さん。よかったね。
すっかり人気者じゃない。違うんだ。違う？木村さんが一番最初に俺のとこに来てくれて本当はすごく嬉しかった。え？だから木村さんは特別なんだ。特別？うわー、カエル！何？カエルだって？貴重なタンパク源だ、捕まえろ！もう、いいとこだったのに。食材や綺麗な水も確保できたし、これで当分は困らないだろう。安心して俺はあの男の元へ向かった。うちのキャンプに来いよ。お前、いいのか？俺は今までずっとお前のことをバカにしてたのに。もういいんだ、今は助け合おう。大島、今まですまなかった。お前は男の中の男だ。そして俺たちはみんな揃って夕飯を食べることができた。まるでこのサバイバルも修学旅行の一環のように盛り上がっていた。なんか二人夫婦みたいだな。おい、やめろよ。って、木村さん、一夜は共にしたもんね。おいおい、何言ったんだよ。秘密。翌朝、俺たちは救助ヘリの音で目を覚ました。そして無事に全員救助され、無人島を後にしたのだった。嬉しいような、寂しいような、ま、なんだかんだ楽しかったな。その後、修学旅行も終わり、またいつもの日常がやってきた。こう思い返すと、あの無人島での日々は夢みたいに感じる。これからはまた平凡な毎日を。ねえ、大島くん、聞いてる？ああ、ごめんごめん。やっぱりさ、コンタクトにした方がいいって。そうかな。大島、今度俺もサバゲー連れてってくれよ。って、夫婦の邪魔しちゃ悪いな。もうやめてよ、まだ夫婦じゃないんだから。え、まだって？あ、今のは言い間違いだから。あ、モットーは変更だ。友情、恋愛、青春、最高見るです。最後まで動画